皆さんこんにちは。札幌交響楽団副首席トロンボーン奏者の中野幸太郎です。作曲メンバーによるワンポイントアドバイス、全国の吹奏楽部員の皆さんへ熱いメッセージをお送りします。ぜひご覧ください。今日は作曲副首席フルート奏者の川口明さんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はフルートのことをいろいろ伺っていきたいなと思うんです。まずは自宅で音が出せない人のために何か練習できることを教えていただけます。フルートって構造的にミュートなどというものをつけることができない、うん、ベルとかがあるわけだから、うん、ここ塞いでも全然意味がない。そうなんですね。で、呼吸のトレーニングですね、抵抗っていうんですけれども、他の楽器は必ず振動するものが、他の管楽器だとリードとかが、うん、その部分に抵抗があるんですけれども、フルートはそれを、まあ、自分の中で作らないといけないということで、それをこうなんとなく体得するトレーニングとして、ブレスをですね、まあ、吸う方はあまり関係ないので、はい、まあ、一気に吸ってもらって、その後の吐き方ですね、これを、例えば30秒、はい、あ、30秒、はい、とか、まあ、できるなら1分とか、1分吐き続ける、はい、1分吐き続ける。それすごい大変ですよね。結構いける、意外と多分音出さなかったら、あ、ちょっとずつでいいですね。はい、本当にもうそれは音出すことは関係なく、うん、その横隔膜で、はい、こう呼吸をどういう吐き方をするかっていうコントロールが、もちろんフルートで吹いて1分はかなりきつい。それはすごそうですね。きついんですけれども、はい、その長い方だけではなくて、うん、逆にこう8秒とか4分とか、そういう短いスピードで全部出すとか、そういう方も、トレーニングするっていう、のがまずですね、呼吸のトレーニングと。持つっていう、なるほど、ことなんですよね。フルートで難しい。構える構え方ってことですね。そうですね。横に持ってるので、うん、これが多分吹奏楽部の楽器では唯一の、そうですね、横笛っていう、はい、楽器で、ちゃんと持ってないと指が動かないんですよね。うん、クラリネットとか、他の楽器はこうやって持った時にちゃんとここに支えるものがついてたり、ストラップがあったりだとかするんですけど、うん、そういうものを全部フルートは自分で、の指を駆使して、やらないといけないんですけど、はい、押す指では持たないのがあります。これ三辺指示とかいう言い方をするんですけれども、まずこのキーに触らない指っていうのは、この親指と、はい、右手の親指ですね、ここと左手の人差し指の付け根、ここ、はい、で、もう一点っていうのが、まあ、口になるんですけども、で、これで、まあ、補助的にこの右手の小指はついちゃっても、なるほど、はい、全然大丈夫なんですけれども、基本的にはこの3点で持てているかどうかっていうのが、フルート吹く上で大事だ、はいはい、っていうことになってますね。結構やりがちなのがですね、こう裏側にこうちょっと飛び出てる部分があるんですけど、ここを親指で持っちゃうっていう子が結構多いんですよね。これやっちゃうと、ここって死を出すためのキーがついてるんですけれども、これをここにいるのからで楽器を支えてるんですよね、これで。なるほど、なるほど。なのでここからなんか無理やり動かしちゃって、なるほど、っていう形で、で意外とこの当たる部分が繊細なので、うん、ちょっとずれただけで違う音になっちゃうの で、ね、鏡を見ながら、あ、なるほど、はい、構えて、とにかくこのキーを押す指が、まあ構えると全部離せるっていう状態になっているのが、はい、親指と人差し指、付け根と口で、こうここで支えて
ていうことができるようになっているかっていうの、まあもちろんこのパターンもありますね。この小指、小指は補助的に使ってもいいんですか。なるほど。はい。この時間はあるし音も出せないとなったら、こういうところを回していくのがいいのではないでしょうか。お家とかでね、あの楽器で音を出せる人のためにどういう個人練習をしたらいいかっていうのを教えていただけますでしょうか。はい。普段おそらく部活動だとないがしろにされがちな部分を、うん、練習してみるといいかなというふうに思うんですけれども、ロングトーンと、音階の練習というのがやはり一番大事なんですね、はい、吹奏楽部で使う音域ってフルートにとってものすごく実は高い音域で、そうなんですね、はい、真ん中に入ってくるとよく聞こえないってよく言われちゃうなことが多いんですけれども、まあ、それはもうしょうがないというか、まあ、そういう楽器なので、ロングトーンでこう下の方の音を、ちょっと吹く練習というのも、してみてもらいたいですね。ちょっと弱々しく吹くっていうのが多分みんな低音の特徴だと思うんですね。多分それだとこういう感じの音になると思うんですけど、こんな感じで、まあ、ちょっとここは響くので良くなってるように聞こえますけれども、こういう感じで多分 弱しい音を、まあこれでもちろん最初はロングトーンしてもらいたいんですけれども、こうだんだんこういう感じで優しい音でまっすぐ伸ばせるようになったら、ちょっとこれを音色を変えるっていう、のを少しやってみてもらいたいんですね。こういう感じで今息の量とか吹き方とかはそんな変わってないんですけど、ちょっと口とかで調整して音の質を変えて、こうすると結構そのなんて言うんでしょう、音色がちょっと立って聞こえて、音量は多分そんなに変わらないんですけれども、低音としてフルートが吹いているような音に聞こえやすくなる、はい、はい、こういう時でしかできないと思いますので、ちょっとチャレンジしてみてはいかがかなと。最初は弱めの感じでいいってことなんですかね。そうですね、まずはそのなんて言うんでしょう、こうその音域に合った息のコントロールっていうのがでいい、はい、必要なんで、結構ボワッとした音になるんですね。なってしまう。はい。なるほど。ね、動画でね、どこまでちょっと伝わってるかわかんないですけど、ここで聞いてるとすごいわかりますね。なるほど。はい、それをだんだんその音色を変えるというか、はい、ちょっとなんか張りがあるというか、そうですね、なんか密度が上がっているような感じに聞こえますかね。はい、はい、そのような練習をぜひしてみてください。はい、楽器のメンテナンスなどについてお話を伺えたらと思うんですけれども、はい、こういう、ね、楽器の整備とかメンテナンスも、はい、普段はちょっと部活が忙しくてなかなかできないっていう人も多いと思うんですよね。基本的にはですね、なるべく楽器屋さんで見てもらうものがルートは多くて、ですね、こう塞がりが悪くなってるとかっていうのが、担保がしっかりと合ってない状態とかっていうのは、まあ、一応その調整できるものもあるんですけれども、楽器によってはそういうものがついてなかったりすると、こう技術者さんがこうやって紙をちょっと入れたりだとか、ね、っていう風にするものなので、一人でやるには難しいですね。キーオイルとかも、この分解して中に刺さないといけないので、そういうあたりはちょっと、これを機にちょっと楽器屋さんに行ってですね、いろいろやってもらう。はい。だから自分でやってもいいではなくて、どちらかというとやってしまうと、そうですね、悪くなっちゃう可能性もあるような、はい、繊細な部位ってことなんですかね。そうですね。自分でもできることっていうのじゃ、そうですね、何かね、あれ頭部管があるんですけど、はい、この穴の、フルート
こっちが下だとして、はい、上側にここに反射板っていう板がついてるんですね。ここあのこんだけの長さ本当の筒なわけではなくて、ここにコルクが入っていて、あ、コルクが入ってる。はい。で、ここにこの穴の中心からちょうど、まあ大体の楽器はフルートだと17ミリですかっていうのが決まってた形になってるんですけれども、フルートの場合だとそんな1ミリくらいだと変わらないんですけれども、うん、あのピッコロとかだと1ミリでも大きな差になって、小さい楽器だとやっぱり差が出やすい、はいはい、これをちょっとまあこれは本当にチェックするしかできないんですけれども、うん、外してですねフルート掃除するときには掃除棒っていうのがあると思う、うん、これ大体ついてるんですかね。はい、大体これちょっと木でできてますけど、うん、金属でできてるものもありますが、うん、はい、もう世界共通でその棒のお尻の方にですね、こういう風に、これはちょっと飾りがあるのでいっぱいあるように見えるんですけど、必ずその17ミリで線が、なるほど、はい、そういうのはついてるんだ。書いてあります。で、これを、まあ、こうやって入れて、こうやってまっすぐ見て、まあ、これ、本当に目分量なんで、だいたい真ん中かなっていうのは、これがものすごく、例えば穴に対して、こっち側にあるとか、こっち側にあるっていう状態は楽器にとって良くないので、そうですね、こっち側にあるって状態はこうやって回せば、ちょっと調整できる。ちょっと調整できるんですけど、こっち側にあるときはこう、ちょっと開けてギュッて、押し込まないといけないので。それ自分ではやらない。そうですね、なるべく自分ではやらずに、もうそこでずれてるなっていうのが、意外とここ、リペアの人も、見逃しがちなところなので、ちょっとしたチェックなんですけれども、これを一回ちょっと見てみるといいかな。他の楽器でいうとこのリードの部分って、そこがダメだと音とか出ないので、その溝のところが穴の真ん中に来てるのが、はい、ど真ん中ベストっていうことですね。はい、でコルクなので、ここが劣化して、どうしようもないみたいな状態になってることもあるので、うん、ぜひちょっとこのあたりをチェックしていただきたい。なるほど、すごくそう重要ですよね、はい。はい。ぜひチェックしてみてください。新入部員もね、入ってくると思うんですよね。そういう新しく入ってきた後輩に、どんなことを教えてあげたらいいかなっていう、そういうのちょっと話をお聞かせ。はい。オクターブをこう吹くっていうのが、やっぱり一番最初の難関になってくると思うので、はい、音を最初鳴らすのが大事 ですぐ曲とかに入っちゃったりすると思うんですけど、そのオクターブができてるかっていうのが合奏の中に入ってしまうとほとんど分かんなくなってしまうので、それより前にちょっとこう上と下を行ったり来たりするっていうのの、指導を、一番低い音域とその次の音域は指がほとんど一緒で、口の圧力で変えてるんですね。この部分だけはちょっと金管楽器と、ね、少しだけ似てる、はい、一緒といいますか、まあ、もちろんそれより上になってくるとさすがに難しいので指で変えていくんですけれども、それぞれコツがあると思うんです。例えば息の向きを変えるだとか、はい、あとはスピードを変えるとか、まあ、もちろん強く吹けば上の方になるんですけども、そのコツをですね、やっぱ後輩の子たちにはまあまず音を出すところから始めて、やっぱ一つだけ出てもダメなんですよね、うん、なのでそのこう音域を変えるっていうのの練習を少し多めにさせてあげると、ここの筋肉が最初ないとこれできないので、はい、そういうところからまずチェックしてあげる、チェックしてあげて、ロングトーンとかの音色を整える方向に持っていってあげるといいかと思います。ちょっとそのオクターブのその音っていうのを、はい、どういう感じかちょっといいですか。はい。こう指が変わるとかないかなと。これは何もしてない。これは何にも変えてないです。はい、これはちょっとね、僕金管楽器なので、はい、リップスラーっていうのをやるんですけど、それと本当に同じですね。はい、まあ、うん、そんなに多くはないんですけど、下と同じ。指でできる音がある。はい、はい。ここ
ここまでは普通の強さで、次が、これがだから今の部分が、あの、なんていうんでしょう、息を2分上の2下部分、レンジの下部分。でここより上は、ちょっと違う、指が、指で2人してがリンクの感じになってますね。これが、なんていうんでしょう、一番最初に多分ぶつかる壁だった。ああ、壁である。はい。ちょっと自分もそれになったかもと思ったら見直してもらえたらと思いますね。うん、結構あの方法はいろいろあって、まあ、例えばですけど、あの息のこういう風にしてるのは向きを変えてあげる、うん。それは多分こう何か狙うものをこうどこかに置いておけばその狙ってくるな感じ。はい。でこの辺を狙うっていうのをちょっと意識できると、ここで変わるポイントがあるっていうのが分かりますし、これは今口でやりましたけど、もちろん楽器側をちょっと動かすことによって動かしても、はい、できますし、基本的には上に行った時に高い音になった感じですかね。そうですね、割とその形が強いですね。でも必ずしもなんかこう今みたいにウィンって上げる必要はないんですけれども、うん、大体それくらいの、まあ、なんて言うんでしょう。もうちょっと、多分、角度狭いと思う。ああ、まあ、イメージですよね。イメージ高いところに行くときね。はい。なるほど。はい。こんなような練習をぜひしてみてください。今日は、作曲、副主席、フルート奏者の川口明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。